はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。チャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いします。よかったらでいいです。今朝6時頃、自民党本部に火炎瓶を数本投げ、発火したかどうかは報道ありませんでした。あれもちゃんとやらないと、発火ちゃんと作用するかどうかは不確かなところありますけれども、その後総理官邸のフェンスに軽貨物バンで突っ込んだ薄田敦信49歳を逮捕、負傷者なし、突入時車の天井が燃えていた、車からは灯油を入れた18リットルポリタンク10個を押収、続報でカセットガスのボンベなんかもあったみたいであります。容疑者は黙秘を続けている模様。世論です。テロ来た、これ極左どっち、誰に洗脳されたんだ、闇バイト、世に気違いの種はつきまじ、川口ナンバーの営業者、国民の思いをお届け火炎瓶はちゃんと燃えたの、同情票狙いの自作自演、総理官邸より財務省狙え、これは公安の失態だな、石破狙っても意味ないだろうに。その後ですね、薄田敦信49歳についてさまざまなことが判明いたしました。埼玉県川口市に父親と2人暮らし、高卒独身、自称ウェブデザイナーで行政書士の資格あり、反戦活動、経産省前反戦反原発テント村メンバー、反差別活動、赤旗にデモ開催の機構、江東区役所前で野宿者を追い出しやめろ座り込み、宇都宮健児が弁護団長を務める供託金違憲訴訟の原告でもありました。2014年衆院選に供託金を用意できず、立候補の自由を侵害された、敗訴をしましたけれども、供託金は憲法違反だっつってんですね、立候補の自由を侵害する、で認められませんでしたけれども、令和候補の長谷川ウイコ、本名パクウイコと同じデモに参加していたこともありました。統合失調症で通院歴、おやおや、青葉っぽくなってきたかな、京都アニメーションのな。世論です。反戦とは火炎瓶による平和、こんな暴力的なやつが反戦、暴力的平和主義者ってやつか、平和主義に逆らうやつは粛清だ、暴力を止めることができるのはさらに大きな暴力、パヨってなんですぐ暴力に訴えんの、反戦活動家、我々には武器が必要だ、反戦したいならロシアかイスラエル行けよ、平和を求めて大暴れ、糖質強めか、青葉じゃん、統合失調は殺しのライセンス、川口市在住で精神疾患持ちの無敵、キチガイ無罪狙い、統合失調とキチガイとさえくてセットだよね、反戦と反社はセットだよね、パヨイコール統合失調症と、父親と二人暮らしってことで年齢的に親は70代でしょうか、パヨ活動家になったのは父親の影響ですかね、これで反極左活動家による自民党本部襲撃事件、総理官邸襲撃未遂事件ってなったんで、マスゴミの今後の扱いは小さいって思われます。続報もほとんど出ないかもしれない、これ自民党に同情票が集まってしまうしね、反戦反核などの左翼活動家はろくなもんじゃねえなって、知り渡っちゃうしね、糖質で通院でき、キチガイ無罪を狙ってるかもしれないですね。私はキチガイは、公正が健常者より期待できない、健常者だったらあんたが悪いことしたことは悪いことなんだよって、まあ理解できるでしょうけど、そうでないとは理解できない、危険なのだから、再犯率高いんだから、社会を守るためにですね、むしろ刑を重くすべきって思ってます、キチガイ無罪じゃなくて。禁錮刑はですね、本人に反省の時間を与えるとともに危険人物を隔離して社会の安全を守るという目的もあるんだからね、危険なやつを社会から遠ざけるっていう目的もあるんだから、なので私は刑法39条に反対です。共同通信調査、民民は全体では5位だが20代30代の投票先では首位だった模様であります。まあ比例なんですけどね。へー、高齢者の投票先首位はやはりというか立憲、10代の首位は自民党ですけれども、10代って母数が少ないし選挙行かないからな、おじいちゃんたち
あの民主党政権の地獄忘れちゃったの？おじいちゃんたち。世論です。立憲が高齢者に人気なのが不思議。テレビの影響だろう。若い頃に学生運動とかはしゃいでた連中が今の70代。若者はテレビ見ないから騙されない。国民民主党は連合右派のエリート労働者のための政党だけれども、そういったことを理解して支持している若者はどのぐらいいるんだろう。立憲の物価を上げずに賃金上昇ってアホ政策を支持する高齢者って、玉木よかったら連立与党になれるかもよ。原発動かせ、ガソリントリガー条項発動しろ、週末医療見直せ、安楽死議論もしろと最近いいこと言ってますからね、あの玉木。玉木代表以外のメンバーの顔が全然見えないところがあれですけれどもね。首都圏連続強盗事件、9事件で実行役29人を逮捕。物騒な世の中になってきましたね。世論です。逮捕者多すぎて草、意外とできる子なんだな警察って。携帯で通話したらバレバレでしょう。逃げ方は指示されてないんだろう。親玉捕まえないと。親玉が日本にいると限らない。本気になったらすごいな警察。実行役なんて使い捨ての駒野郎。闇バイトに応募するバカがいくらでもいるから解決にならないと。闇バイトなんて軽い名前だからバカが気軽に応募するんちゃうかな。強盗実行犯募集ならバカもちょっとためらうんじゃないかな。応募したやつは動物よりバカだと思ってます。少なくても動物は自分から危険に近づかないもん。警察庁、勇気を持って闇バイトから抜け出し、すぐに警察に相談を。警察は相談を受けたあなたやご家族を確実に保護します。異例の呼びかけ。一度加担するとですね、本人や家族を脅され足抜けできないみたいなんですよ。世論です。人が死ぬまで放置してやっとか、実質的な被害が出なきゃかばえないって事例多いでしょうよ。警察が味方なら免許証取られてても安心やね。下っ端に裏切らせて捜査に協力させる、これ一番いいよな。警察がおとり捜査すりゃよくね。一緒に強盗したところ現行犯逮捕。闇バイトじゃなくて反社の捨て駒って呼べ。横浜市で強盗に縛り上げられてですね、殴られ、70代男性が死亡する事件がありまして、26歳のバカと21歳のバカが逮捕されております。強盗致死って一体どれぐらいもらうかというと、無期または死刑しかありませんでした。昔と制度変わってですね、30年刑期勤めてもですね、そこから釈放になるとは限らないんですよ。今の無期って一度審査があってパスしないと釈放されない。次の審査は10年後となります。だから40年後ですね。現在の無期懲役は終身刑に限りなく近いものになってまして、死亡事件が起きないと本腰入れない警察も動き鈍すぎですね。指一本動かしてないですね。工藤会会長に死刑判決出てるんで、黒幕にも無期や死刑がありえます。これ、早く逮捕してほしいもんです。でもなーって、浜野正子は尽きるともバカはいなくなりませんからね。後から生えてくるしね。武見前厚労大臣、レプリコンワクチンを接種していただきました。令和支持者、じゃあお前まず打てよ。なんでそうなんのか。世論、打ったって言ってんだろ。ちょっと何言ってるか分かんない。ワクチン憎しで何も見えなくなってるんだな。予防接種をしていただきましたとあるが、令和にそんな難しい言い回しが分かるわけない。この文章を読んでその理解だと、やっぱり令和知能としか。令和を支持してるだけあって、日本語が反射的に批判してるのしょうって、同じ日本語を使ってるのにまるで会話が成立しないとか、やばい。このぐらいの知能が闇バイトに応募しちゃうのかな。7人に1人はですね、 IQ70 から85の境界知能って言われてる人らですね。その数およそ1700万人もいると言われてるんで、令和の狙い目としては悪くないんですね。2% 取れれば国政政党になれるわけだし、その7人に1人は共産党も狙っててですね、獲得競争が激しいですけどね。中核化とかも狙ってるし、小さな自治体には選挙を実施する費用が重い負担に、国家戦略区スーパーシティに指定された茨城県つくば市がネット投票の実証実験を重ねているそうであります。世論です。この時代になんで選挙だけアナログなんだ。若い子の投票が増えてしまうと嫌だから。
マイナンバーカードの活用に反対する人がいるから、組織票が薄まるのが嫌だから自民党は絶対にやらない。投票率が高くなったら自民党が消し飛ぶから。今の投票方式でも不正は可能なんだから、ネット投票でも一緒だよね。証拠がデータしか残らんから。これが結論が出てまして、不正の可能性をゼロにできないからですね。アナログ投票はですね、多くの人が関わるんで、投票用紙数えたりね、当選者が変わるほどの不正をすればバレる確率が高いであります。世界的なハッカー大会でですね、ドンに挑戦するっていうのがありまして、これ言うとですね、YouTube の AI がピピンと反応してですね、審査が遅くなっちゃうんで言えないんですけど、侵入するだけなら30分、全てを操るのに1時間という結果でした。ちょっと前にやったの挑戦ハッキング大会、アプリ開発業者とグルインでもなれたらこの時間もっと短縮できますね。中国共産党にハッキングされてですね、奇跡が起きてですね、日本共産党が政権与党にでもなっちゃったら二度と選挙行われなくなりますよ。なんだのかんだのへりくつこねて、で、そんなんダメだっていうやつは粛清。アナログ投票のように投票後の用紙が残るわけでもないですし、革新的な技術開発でもない限りアナログ投票はまだまだ続きそうですね。今日の単身です。会計検査院の調査で判明、有料高齢者施設の NHK 受信契約率は 36.6%、一般家庭より低い。一般家庭と違い、テレビ1台につき1契約求めるからね、ああいうとこだと。施設ができた頃の契約のままで、増やしたテレビ分は黙ってるんでしょうか。入院時などはテレビカード交わしてですね、受信料込みの有料視聴させるけど、こういうとこはそうじゃないんでしょうか。明治ファルマ、反レプリコンワクチンを煽っている団体に法的手続きを進めているが、国会議員に対しても同様の対応を検討していると。訴えられちゃうみたいですね、これは。一体何口さんのことなんだか分かんないんですけども、何口さんが訴えられちゃうんでしょうか。こういうのの損害賠償ってえげつない額になっちゃうんじゃねえの、何十億とか。やばくないこれ。私は河野太郎大臣から訴えられてますけれども、企業が議員を訴えるって逆パターンですね。武見前厚労大臣は打ってきたらしいが、やっぱり界隈の言う通りですね、体内で無限増殖して周囲の人間がバタバタと死んでいくんでしょうか。様子見ですね。金融庁に出向した裁判官が知り得た情報をもとに自分の株取引口座で取引し、インサイダー容疑で強制捜査。自分名義でやったから捜査を受けただけで、家族名義とか友人名義でこっそりインサイダーやってるやつ多そうですね。こんな素晴らしい政治家を押し上げなくてどうするのか。高市さんが自民党非公認となった萩生田光一元政調会長応援演説、同じく非公認となった小田原清、細田健一候補のもとにも応援に駆けつけたみたいであります。非公認の決定を下した党に気兼ねせず、反石破を隠さない高市さん、かっけー。これで当選できた議員は強烈な味方になってくれるはずですね。まさか、そんな恩知らずなことは、政治家だからやりそうですけれども、二階三男って、和歌山で立候補してるんですけど、私には、負けないものが一つあります。それは若さと、ふるさとへの愛ですって言っちゃってですね、二つやん。で、即ツッコミが入ってしまった痛恨のミスを犯したみたいであります。まあ、外線で、喋ってるとき、なんか自分が何言ってるかわからなくなるとき、私もたまにありますよ。まあ、そういうことなんでしょうけどもね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。